皆さんこんにちは。私たちは九州保健福祉大学3年の水本彩音と平田結衣です。私たちは普段人間の心や行動、福祉について学んでいます。よろしくお願いします。今回私たちは延泊の中からこの時期にぴったりのワークショップを体験します。お二人、今回初リポートですが意気込み聞かせてください。はい、初めてのことで緊張していますがハキハキと喋れるように頑張ります。はい、私も初めてでとても緊張してるんですが、明るく元気に楽しく二人で頑張ります。それでは今日は楽しんでいきましょう。頑張るぞ。二人が訪れたのは延岡市中町にあるブティック&カフェチムニーさん。この時期にぴったりということでしたが、一体どんな体験なんでしょうか。こんにちは。こんにちは。こちらが今日のワークショップで講師を務めてくださる西島さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどんな体験ができるんですか。はい、今日はですね、羊毛フェルトで来年の干支のうさぎを作ってもらいます。うさぎ、色違いで用意してます。お好きな色を選んでそこからスタートしようかなと思います。はい、私白うさぎで、白いうさぎさん。はい、私はピンクでお願いします。はい、ピンクですね。はい、ありがとうございます。はい、ソフェルトも羊毛フェルト初めてですかね。初めてです。はい、じゃあ、最初からちょっと説明していきたいと思いますので。そもそも羊毛フェルトとは、その名の通り羊の毛で作られたフェルトのことです。専用の特殊な針を使うことで、いろんな形を作ることができます。先にちょっとこう返しがついてるんですよね。触ってもらうとギザギザがあるのかな。あ、本当。それが羊毛を引っ掛けて、固めてくれる、うん、どんどん刺していってください。はい、はい、指になりますので、出来上がったらね、はい、お家でいろいろと楽しめるんじゃないかなと思いますので頑張ってください。頑張ります。じゃあ順番に作っていきたいと思います。耳から行ってみたいと思います。はい。はい、これがだいたい耳の幅の3倍ぐらい。ね、それからこれが半分に切って使いますので耳の長さぐらい。もっちり長い。うん。刺せばくっつくんですよ。くっつく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 。ズブズブ刺してるんですよ。自分の手刺さないんですよ。丸くしたいところをね、上にして飛び出たとこ刺してあげるとそこがへこんでいくでしょ。くっつくね。しっかりこういう形にしたいっていうのを思い描いて、うん、こういう形に刺していく。しっかりグツンツンって包む感じでくっつきますのでね。まずはウサギを象徴する耳が完成しました。お、ここにとってもキュートなウサギがいましたよ。でウサギさんって本当はこんな感じで耳ついてるんですけどもね、うんうん、それだとちょっとあんまり可愛くないのでこんな感じでつけてもらうといいかなと思います。もう可愛くなってきたでしょ。かわいい。私のウサギ私の子ほぐしてあげると自然な感じで馴染んで分かんなくなっちゃうね。わからなくなります。あ、うん、はい、耳と尻尾がついてだいぶウサギになってきましたね。そして次はいよいよ重要な顔を作っていきます。とここで西島さんから興味深い話が。不思議とね、自分に似た子を作るんです。面白いんですけどね、何作っていただいたらなんか自分に似たし。特に目の位置はなんかあれですよね、毎日自分が鏡を見てそのバランスが落ち着くんじゃないかなって私は思うんですけども。ま
まあ、まずは5ミリぐらいで刺してみてください。はい。で、これよりも大きい方がいいと思うならばどき。かわいい。すげえ。やった。難しい。やった。ありがとうございます。難しい。難しいでしょ。子供が難しい。こませたいなとか思ったらそれにしとけばちっちゃかったんですよね。撮影してることを忘れてめっちゃ集中しましたしてしまいましたお気に入りのポイントはどこですか？私はほっぺたがハートにしました。はい。と口を赤くして口紅塗ってます私は耳にリボンをつけたところと首輪みたいにちょっとゴージャスに仕上げましたどちらのウサギも可愛く仕上がっていますね。ところで西島さんが言っていたようにウサギは2人に似ているんでしょうか？こちらをご覧ください。うん、確かに似ているような。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。あのお二人とも初めてっていうことだったんですけども、なんかすごくていいね。私が考えてなかったようなリボンとか首輪とかですね、そういったのがついて本当に可愛い子ができてよかったと思います。やっぱり手作りっていうのはこうやって自分のね好きなようにどんなでもアレンジできますし、本当に世界に一つの大事な子ができますので、またこれからも楽しんでみてください。はい、どうもありがとうございました。